今巨人たちを呼ぶ。ファルコがあんたの脊髄液を口にしてしまったんだ。叫ばないでくれジークさん。あんたにこのまま黙って死ねと言うつもりはない。ファルコが叫びの範囲から出るまで待ってほしいんだ。その後で好きなだけ殺し合ってくれ。マーレ人もエルディア人も好きなだけ殺せばいい。でも弟は巻き込まないでくれ。コルト、弟を思う気持ちはよくわかる。ジークさん、だから残念だ。ちゃんがついてるからな。はっきりしたよな。最後まで俺の方が上だって。